じゃあこのスペシャルメンバーで夢のリニア超特急に僕も1曲だけ入ってるんですけど、心の声っていう歌を、この歌は原発に向けて作ったんだけど、でもリニアのことも考えながら作りました。俺たちがこれから生きていく道、今までなんだろう、いろんなことをしてきたわけだけど、どんどん道を急いで急いで急いで、どこに向かっていくんだろうなって思って、山の中でさ、こんなゆっくりな時間を過ごしてこうやって音楽を感じることっていうのは、そんなに急がなくたってできることだと思うんだよね。そして自分の人生においてもすごい大事な時間だと思う。だからそんな時間をゆっくり感じてさ、だからもう急がなくていいんだよって。だから道を選ぶのは僕たちです。だから心の声を聞いて生きていきましょう。きっと誰かの幸せを思う気持ちとか、子供を思う気持ちとか、そういう気持ちで俺たちは一つになれると思うんです。だからそれぞれに、ここにここに、ここから始めていきましょう。心の声聞いて生きていきましょう。時は変わってゆくよ、まるでこの街のように、急ぎ足で駆けてゆく、息が切れているのにも気づかず、このまま走ってゆけばまた涙が流れる仕組みさ、今ならまだ間に合うよ、心の声を聞いておくれよ。悲しさ、ここに緑が溢れてた頃、今は灰色の街にも小さな命が奏でる音があった。何かの犠牲の上に成り立つ僕らの暮らしに、気づいて周りを見渡せば小さな命の声は消えた。欲望でかくなる街にゴーゴーと灯る明かりは、小さな田舎の街もいつもの日々を突然奪った。操れる力に頼り勝ちを取るというの、それは人々の涙より大事なことなの。もしも叶うのなら心の声を聞いておくれよ。僕らが願ってるのはみんなの未来のことなのだから。世界は変わってゆくよ、僕らの思うように操れる船に乗るのか、それとも小さな船を漕ぎ出すか、寂しな人を思って未来を選んでいけば、まるで鏡のようにそれぞれの生き方が世界を変えるよ。
もあなたの命も太さは同じだろう。ならなんで自分のことのように感じてやれないの。もし奪われたのが自分の日々だったとしたなら、このやりきれない気持ちはどこに向ければいいの。明るい未来を願って叫ぶ声は空に消えた。悔しさに流した涙はこぼれて大地に染みた。行き場のない無数の伸びと行き場のないこの想いをこのまま埋めて隠して蓋をして終わりかい。もしも叶うのなら心の声を聞いておくれよ。僕らが願ってるのはみんなの未来のことなのだから。未来は変わってゆくよ、僕らの望むように。私にはいつか晴れてみんなが笑える時が来る。未来は変わってゆくよ、次々と生まれる命。ただただ願うよ元気に、この子たちが育ちますようにと。大阪と森田修理釣れる船に乗るのか、それとも小さな船を漕ぎ出すか。大事な人を思って未来を選んでいけば、まるで鏡のようにそれぞれの生き方が世界を変える。未来は変わっていくよ、僕らの望むように。私にはいつか晴れてみんなが笑える時が来る。世界は変わってゆくよ、次々と生まれる命。ただただ願うよ元気に、この子たちが育ちますように。どう